空剣島っていう、なんてことない島の、ラーゼンボーデンっていう、なんてことない村。そこで、なんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたい、と焦がれながら。私はライザ・リンシュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて。わかってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味がわかりそうな図入りの本があったんだ。またせっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。おいタオ、せっかくの本が汚れてるじゃねえか。うん、来る途中ボースとランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな、村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。やめやめこんな話、今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。し、怒るライザに触るな。し、島の外といえばよそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か、私たちも行ってみようか。あ、その商人の到着を私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ、今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。島の外への。なんか火がついちまったな、こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て。船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあダラダラ話してる暇も惜しい、冒険を決行するよ。待ってよライザー。待ちなさいライザ
またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。お母さん、まだ何もしてないよ。それじゃね、レント、タオも早く。失礼します。しまーす。こーら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。お前な、簡単に言うけど分かってんのか。小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ、特にアガーテ姉さんにだけは絶対に見つからないようにしないと。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とかうるさいのなんの。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす一環か。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい、まずいよ。確かに、守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だな。島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。こうなったら奥の手を使うしかないわね。奥の手？もう諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。私の丸損じゃない。どういう理屈だよ。こっちよ、二人とも。アガーテ姉さんに見つからないよ。どこへ行くのさ。この前、家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。いいから早く。
どう？我が秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。ああ、あるにはあるな。こんなオンボラで本当に対岸まで渡れるの？途中で沈みそう。つかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使ってる場所じゃねえか。だから小舟も最低限のオンボラしかないんだ。ああもう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。村の連中が近づかない場所に挑んだり、街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし絶対ダメだよ。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだって行けたら面白そうじゃない？でしょレント。ああ冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。これは僕も行くしかないのかな。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へいざ出発。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。噂の商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうするんだ。来るまでここで隠れて待ってるか。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険ったってどこに行けばいいんだろう。このまま街道をたどっていくか。それもいいけど守り手の誰かと鉢合わせになってお母さんにバレる可能性が。あそこから森に入れそうじゃない。行ってみようよ。あそこは確か小妖精の森とか言ったっけか。まあ初めての冒険にはおあつらい向きかもな。本当に行くの？嫌だな。きっとろくでもない目に遭うよ。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫。早速冒険だ。ここが小妖精の森。
こんなに近いのに村の人は誰も入らないんだよね。そう怯えるなって。船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも僕らだけなんだろうな。これが冒険に挑むってことよ。さあ、いつまでも喋ってないで出発よ。おう。出会うわよ。腕試しだ。行くぞ。さあ行くぜ。行くよ。連射。どうだ、俺たち勝ったよな。うん、多分記念すべき初勝利ってやつよ。生きてる。よかった。こんなことでへばってたらお話にならないでしょ。中にこんな開けた場所があるなんて、クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。地上の建物は朽ちてるけど土台だけが残ってるんだ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。ライザー、ったく言わんこっちゃない。私はここだよ。
だよな。じゃあ誰だ。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは、あ、タオも行くぞ。うわあ、ま、待ってよ。剣の腕を磨くいい機会だ。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしては上出来だぜ。気をつけて。おりゃ、行くよ。そこ、そこ、連射、そこ、さあどんどん進もう。よし、勝てたよな。なったよ。もう本当勘弁してよ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。ってのは大賛成だよ。ああ早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。うん、女の子の危機を助けて帰還、レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。おう、私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。もしかしてそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったりかもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ何なんだ。うん、これは言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。
お前な。で、うわ、前前。え？気をつけて戦わないと。みんな、ごめん。そこ。そこ！くそ！今だ！しまった！くそ！こっちの攻撃が効いてない！ダメだ！逃げようよ！そうは言っても、その逃げ道にこいつがいるんじゃない？一体どうすれば。来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。その隙に何とか横をすり抜けて逃げろ。そんなことできないよ。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。錬金術？アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。分かっている、リラ。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。分かった。こうなったら俺たちも船着き場に行くしかないか。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すっごく胸がドキドキしてる。どっちを見てもいろんなものがあって面白いね。やっぱり島の中とは違うな。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか？こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。花の周囲にいれば比較的安全と言える。つまりここなら気軽に休息できるというわけだ。今後あちこち出かけるなら覚えておくといいぞ。まったく、お前たち悪ガキ3人組は
どこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのは一歩遅かった。捜索を頼まれておきながら不甲斐ない話だ。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人ですよ。そうなんだよ、アガーテ姉さん。ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。ま、まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。お父さん。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな、このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。ごめんなさい、お父さん。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。あなたたちも村に用事が？私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃ苦に扱うつもりはない。そうか、ありがたい。大人の話ってなんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。ライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うわ早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが娘と仲良くしてやってくれ。それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。